この番組はドコモグループ、サントリー、森永製菓、ダイハツ、小林製薬の提供でお送りします。これはよく効く薬だから飲めば必ず治りますなんて言って、信じさせておいて、ただの小麦粉を飲ませると本当に腹痛が治ってしまう。こういうのプラシーボ、偽薬効果と言います。人間には潜在的にそういう力が備わってるんですね。思い込みによって体に具体的な変化をもたらすんです。プラシーボ、今日からはそういった効果の実験になります。で、今配ったプリントはその実験の下地にしたいだけなので成績とは関係ありません。全部で50問。じゃあ始めてください。あまり考えずに直感で答えてくださいね。この講義とって正解だったら面白いけどさ、こんなんで本当実験なんのかな。俺なんかほとんどペケだよ。私も教師を信じるかなんてさ、どっちに答えていいか悩むよね。別の意味で茂さんどうだって。うい、この実験面白い。絶対成功するで、マジで。はい、急げ。マリコ、面白い実験始まったのに。え、何？もう遅い。何よ。いいのいいのね、お前は十分それでいけるから。失礼します。どうだった、さっきの問題面白かった？まあ。佐藤君はこのクラスでは一番ペケが多かったですね。自分ではどういう人間だと思う？物証のないものは信じないですね。特に幽霊とか UFO とか全く信じません。あ、すいません。いや、よかった。え、実はこれからが集団心理の実験になるんです。実際幽霊なんてものは存在しない、しないんだけど世の中には見ちゃう人がいる。まあ一応ね、みんなにはこう言ってんですよ。自分は幽霊や UFO など信じないって人がほとんどだけど、それは間違ってると。要は信じることで脳みそは見えないはずのものも見えるようにしてくれるんだと。まあそんな感じで、そこからが佐藤君に相談なんだけども、やっぱりこういうことにはきっかけが必要なんでね、みんなには秘密で協力してもらえないかな。桜ですね。まあ要はそういうことかな。どうだろう、手伝ってもらえるかな。やります、やります。でどうすればいいんですか？君はこの近くに越してきたんだっけ？ああ、そこです。お、いい佇まいだね。ぴったりだ。絶対うまくいってはしゃみ出すよと。マジでそう思ってるんですか？はい、だってなんかこう面白そうじゃないですか。みんなでお互いにこう暗示に掛け合って、みんなで催眠状態になるわけでしょ。そうそうね。なんかこう考えただけでワクワクしませんか？思います。ありがとうございました。どういたしまして。そしたらさ、誰が現実かどうかだってクエストの。お、この辺変わり見える。ほら、これが口、これ目。見えるか？見えないよね。ダメ、信じる心が大事なんだって。うわ、本当だ、おじいさんの顔。なんで笑うのよ。
生霊感少女だもんな。自称って何よ。おお、俺んちここに2階。やっぱダメかな、この実験。いいよね。なんでそんなに家賃安いの？あ、噂だと昔ここで人が死んだらしいんだよ。またまた。いや本当に。それを言ったらさ、何百年も前に遡れば大抵のところで人って死んでんじゃないの？身も蓋もないこと言うなよ。夜中に枕元で足音とか聞こえてみ？シャレになんないよマジで。バカいるんだよ、絶対バカいる。今度録音しといてくんない？いいこと考えた。何やってんの？ちょっと これ撮らない？おいいね。早くマイコ行くよ。はい、どんどん来い。早く行くよ。はいよ。メッケー。ちょっと、もういいでしょ。あれ、スイッチどこだ？何やってんの？あ、いった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 。あ、ごめん。さすが安いだけのことあんな。ああ、いいよいいよ。別に取られて困るもんないから。ねえ、これちょっと。うわ、そう。これマジ問題やべえや。バカ、こんなのただの偶然決まってんじゃん。バカじゃない？あ、やめなよ。なんかしてないでしょ、バカ。どうすんの？そんなもんあるわけないでしょ、バカ。ない！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 ある！見えたりしましたか？今日は皆さんの体験談を一人ずつビデオに撮らせてください。本当に佐藤君家にいたんですよ、幽霊。それで私も自分のカメラであっち行ってこっち行っていっぱい写真撮ったら、なんかすっごいのいっぱい写っちゃって、これで心霊スポット、人面犬、あとこれが、もう分かりました。なんかそのアパートにはうちの学生が同棲みたいな感じで住んでて、男の方が女の人の頭つかんで髪の毛抜けちゃうくらい引っ張り回す、すごい暴力振るう人で、である日耐えられなくなった女が男待ち伏せして金槌で殴って殺しちゃったらしいんですよ。でその後死体布団に寝かせて、自分は喪服姿でお尻にずっと閉じこもったまま餓死しちゃったらしいんです。でその二人はどこに住んでたの？さあ、古い話なんで一応ここら辺っていうのは聞いてますけど、そのアパートももう取り壊されてるんじゃないかな。お母さんも人に聞いたって言ってましたから、その噂もどうだろう。うちの親も結構いい加減だから、もう10年20年ぐらい前からある噂だとは思うんですけど、私もちょっと本当なのかなと思って。何？あ、いや。つれづれ草は序段から最後の第243段に至るまで長短さまざまな商談からなり、人間の生き方や自然の美しさ、あるいは修理だけじゃなくて
鍵も取り替えるの？工事の代金かかっちゃうよ。あ、お願いします。あと、あの部屋ってなんであんなに安いんですか？ん？もしかして噂聞いた？やっぱりあるんですか？どっから出たんだか知らないけどさ、もういろんなこと学生が尾ひれつけて話しちゃうからさ、しょうがない、家賃安くしてんのよ。でないと誰も入ってくれないでしょ。この前って学生もそれで出ちゃった。バカバカしい。まあそういうのを俺は信じないんで。ねえそう言ってくれてありがたいわ。入ってたんだけど。女の声だよ。なみ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 って感じ。どうしたんだよ。ゆべ自習室の帰り、ついにさ、見ちゃった幽霊、階段でこけちゃった。あの、その幽霊って真っ黒いワンピースで長い髪の？知らね、天井でトコトコ足音がするもんだから、てっきり佐藤さんだと思って。え、鈴木さん、鈴木さん、そうだね、転職でしょ。いや結構大変だよ。普通のはいいって。むしろ猿でもいいかもな。おいお前、飲みを取れ。大体なんだその金髪は。タレント気取りか。缶コーヒーのボスセブン。いい湯だな。すいません、今日休みなんですけど。休み？いいんじゃなーい。おぎがもたずいたって。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。こいつがうまそう。
君次第。アイモードならいろんな情報が携帯一つで安く手に入る。ドコモのアイモード。安さの秘密はパケット通信。 NTT ドコモ。モバイルはスマートに。小さい、速い、 64K データカード型 PHS ドコモの P-IN。 NTT ドコモ。ん？ゼリーの水？タプタプの水分、ゼリーの化粧水、新発売ティスウォータータンク。タップン。L'amour est un oiseau rebelle, connu ne peut apprivoiser. ブブ肌、その決めはハッとするほどウイウイし。クラウディアの新リキッドファンデーション。何に来てんな。預かったこと。すいません。スレズレグサの成立時期は不明であるが、書かれている事件や登場時期の時間から見て、大丈夫。いや、会の終わり頃までにほぼ書き上げられる。顔色悪いよ。帰った方がいいんじゃない？じゃなかったっけ。あのさちょっと誰か俺ん家まで来てくんね。なんで。いや、いるんだよ。何が。女。え、はっきり見たのか。見たって言ってんだろ。それってねえなあ、田中先生に聞いてみないと。うん。ねえ、みんなが言ってる黒い洋服の女ってああいうの。どういうつもりなんだよ。つけ回しやがってよ。佐藤君、ちょっと。おい、やめろ。ちょっとやめろって。だって結婚してくれるって言ったじゃない。誰だお前。もしもし。あれ、あ、なんか大変だったな。大丈夫。大丈夫大丈夫、全部解決したし。それよかった。あ、さっき帰りがけに田中先生に聞いたんだけどさ、今日で実験終わりにするって。聞いてるか。あれ、あ、おいおいおい、
になってきてみたら急に飛び出してきたからびっくりしちゃった。幽霊、女の幽霊が。幽霊どこにいんの。大丈夫ですか。救急車呼びますか。聞いたかと思った。いや、なんか勝手に一人で転んでたみたいですよ。実験は今日でおしまいです。佐藤君と伊丹さんに拍手をお願いします。伊丹弥生と言います。佐藤さんにはいろいろと怖い思いさせちゃってすいませんでした。騙して悪かったね。伊丹さんは劇団から来てもらった女優さんなんです。佐藤君に幽霊話を信じさせるため時折出没してもらいました。じゃあごめんな。でも昨日はびっくりしました。佐藤さん帰ったって聞いてたから。でもさすが女優だよな。あんなアドリブ急に出るんだもん。うつ最初の講義でこれ、書いてもらったの覚えてますでしょうか。あの時私はわざとプラシーボなんてことを言って、信じるという言葉に抵抗を示すよう暗示をかけたんです。そうしたら佐藤君が一番ペゲが多かった。暗示にかかりやすいってことですね。そこで、佐藤君には悪かったけれども彼一人被験者になってもらってクラス全員で幽霊が見えるなんていう状況を作り上げていったわけです。ブワー、実際には彼女に出没してもらったのは 2,3 回なので、佐藤君はかなり自分の脳で視覚化したことになります。分かったモニー。ちょっと待てって、ほらすごいなあ。宇多美さんこんなことまでやってたの。いや、学校とかコンビニとかで待ち伏せたりはしましたけど、部屋にまで私入りませんよ。え？じゃあこれは？ウィルー。 超グルだ。 愛のバランス。